はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、宇宙戦隊キューレンジャーキュータマシリーズデラックスキュータマセット01です。はい、変身用キュータマとは別に技系キュータマはこのような形でセット販売されて、01にはカニキュータマと縦キュータマ、定価は700円で、おもちゃですから値引きがあって僕は550円で買ったんですけど、そうすると食玩ガチャポン系より実はデラックスの方が安かったりするんですよね。パッケージをぐるっと見回すとこうで、いつもの点数がついてますし、各デラックス玩具と連動後の音声とか発光絵ももう載っちゃってますね。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、カニキュータマ本体と縦キュータマ本体。このあたりは技系キュータマですから、カニキュータマは巨大なアームを召喚して敵を挟み込む技で、縦キュータマは大きなシールドを展開する防御キュータマですね。まずはカニキュータマ、ナンバーは21で、ぐるりと全体を見回すとこうで、クリアレッドをベースに回すライドをすることで、カニが完成。今回も綺麗にカニの絵になりますね。カチッカチッとクリアパーツがはまりますし、上側、下側で、食玩ガシャポン版と比べるとベースカラーの質感もいいですね。メタリックの成形色が非常に綺麗。そしてもう一つは縦キュータマ、ナンバーは24で、ぐるりと見回すとこうで、ブルーのクリアパーツになっております。回すライドすることで、西洋風の盾が出てきて、真ん中に星のマーク。絵柄を近づいてみると、こうですね。カニキュータマとの比較は、こんな感じ。カニキュータマを発光させるとカニのハサミの部分が浮き上がるような感じで、ハサミの先がキラーンと光ってますね。また和紙ピンクのピンクカラーとはちょっと違った、赤とピンクの間ぐらいのカラーリングとなっております。これがセンターカラーでもかっこいいですね。さらに縦キュータマはこれはどうなってますか？あ、縦から武器、縦によってこうなんか攻撃を弾いてるような見た目になってます。なるほど。エフェクトがドーンとついてますね。色的には狼と比べてもちょい水色っぽいカラーですね。では、セイザーブラスターと連動、カニキュータマ。スターチェンジ。さらにボイジャー召喚。カニボイジャーガシャガシャでガシャガシャと挟むような効果音。さらに操縦モード。ここはガシャガシャとは言いませんね。特殊攻撃。はい、ここでガシャガシャ。カニキュータマセット状態の見た目はこうですね。では続いて縦キュータマ。セットすると縦キュータマ。スターチェンジ。ボイジャー召喚。縦ボイジャーでボアワーンっていう電子音、操作音はこんな感じですね。ではさらに特殊攻撃。はい、
り先ほどと同じ電子音が鳴りました。縦っぽいガチャンガチャンっていう何か弾くような音が鳴るかと思ったら、意外と変わった音になりますね。もちろんロボとかセーザーブラスター以外にも、キューザウェポンにもセットすることができますので、連動させて、攻撃も OK。これはカニでも盾でも、OK で、あとはテレビ通り、Qバックルにセットして、Q 玉転送遊びをすることもできます。カニ Q 玉転送、さらに、縦 Q 玉をセットして、ロックからの縦 Q 玉転送。ほんとこれを装着して、セーザーブラスターと組み合わせたら、なりきり度がすっごい高いですね。以上、宇宙戦隊Qレンジャー Q 玉シリーズ、デラックス Q 玉セット01の紹介でした。